吉野さん、こんにちは。お疲れ様です。まあ、対談面白かったですね。なんていうんですかね、まあ、雨が降ったら傘を差すっていうシンプルな言葉の中にどのぐらいのものが受け取れるかっていうのが、まあ、私でいう受信力というものなんですけども、まあ、ズボンがね、落ちたらベルトを買おうみたいなのもね、同じような意味だと思います。まあ、その中でね、私はちょっと背伸びして分不相応だと思えるものでも自分の手に入れてしまえば、それを維持するために必死になってですね、ちょっと実力がつくんではないかなっていうふうな考え方もあるんですよね。もちろん自分の相応のもので身を固めていくっていうのも、大事な考え方だと思うんですよ。対談の中でもちょっとお話ししましたけども、手取り14万円で、やっぱり終わってるなんていうのはお前が終わってんだよみたいなね、堀江貴文さんの言葉がありまして、今の時代月収10万でもね、15万でも工夫次第で十分やっていけるんだっていうことがありました。まあ、世の中も低価格であるとか安いものが多いですからね。まあ、でもそういうことを言う堀江さん自身は毎月、結構なお金を使ってね、暮らしてると思うんですよ。もちろんこれは仕事に使っているっていう部分と暮らしてる部分っていうのは切り離して考えると、生活コストは堀江さんもしかしたら安いのかもしれませんけどね。ただ平たく見ても外食に毎月100万以上は使ってるそうなんですよね。これ何年か前にそういうことを言われてましたんでね。で、私もそれ分かるなと思ってね、確かに100万円は使ってないけども結構毎月使ってるんですよ。でね、この消費生活なんですけども、私はいざとなったらホームレスもやったぐらいなんで0円でもやっていけると思うんですよ、ね、ゴミを拾いながらでも暮らしていけると思うんですけども、でも進んでそれをやろうと思いません。今の消費金額を落とそうと思わないんですよ。で、今の暮らしを続けてる以上、まあ電気代もね、払ってますし、ガス代も払ってますけども、基本的に私電気つけっぱなしなんですよ。エアコンもこの時期は24時間つけっぱなしでずっとやってます。まあ店舗を経営してる時もそんな感じだったんですけども、その名残があるんですけどもね。ただ、電気つけっぱなしでもこまめに消しても、ほとんど電気代は変わりません。万の単位では変わらないんですよ。数千円の単位でしか変わりません。じゃあ、数千円の単位で電気代が変わるものをどうするか、どう考えるかってことなんですけども、私はその数千円を節約するよりも捻出する方にシフトしてるってことかなと思います。で、電気代で言うとね、節約しろって言われそうですけども、そもそもね、私の持ってる車とか吉田さんの持ってる車って、まあ、バカしか金食うわけですよ。燃費とか効率とかそんなもんね、無視したような単なるレジャーなんですよね。これは自分のモチベーションを上げるものとか自分の価値基準を引き上げるもの。じゃあこれをね、最初無理して買いました。まあ無理して買いましたよ。ローンを組んだりするわけですからね。ガソリン代のこととか車検費用のこととかも想定以上にかかってます。でもこれ、こんなにお金かかるんだったらちょっと無理だなと思って手放す方に走るのか、いやいやこれはもう永遠の友って決めたんだというふうにして、なんとか維持する方向に向かうのか、どっちが力がつくと思いますかってことですよね。確かに手取り14万円でやっていけるでしょう。でもその手取り14万の中に自分の求めているものがあまりにもね、なくなっていって諦めるものがあまりにも多いんだったら、これは人生とは呼べないと私は思います。もちろん他の状況で身体的な状況とかいろんなね、法規制のことでできないことあるでしょう。でもそれがない以上自分の可能性は最大限追求するべきだと思うんですよね。まあそういう意味も込めまして、一人一台の所有が難しいとされているこの時代にね、2台も3台も所有してみるっていうのは一つの自分への挑戦だと思いますし、確かに無駄かもしれませんけどもね、客観的に見たら。しかしですね、無駄かどうかっていうのはそれをやっている本人が決めるんですよ。タバコを吸ってる人いますよね。吸わない人から見たら全くの無駄です。時間的な無駄、お金的な無駄、そして公害、人に迷惑をかけている、そんなね、もう無駄の産物でしかないんですよ。タバコを吸う人から言わせれば、いやこれで税金払ってるんだって言いますけども、それほど税金払いたいんだったら、まあ、どんどん払っていただければいいと思いますし、タバコを払わなくても、吸わなくてもね、税金払えばいいと思うんですが、ただね、やっぱりタバコを吸う人にとってみたら、それがね、周りの人にちゃんとエチケットマナーを守りながら迷惑をかけない範囲ではものすごく自分のことに必要だと思うんですよ。それがアイドルの応援とかも必要だと思う人は必要なんですよね。自分の好きなアニメのシリーズをバーンと揃えてみるとかね、機動戦士ガンダムを繰り返し見る、ね、これも無駄じゃないですかね。ね、だって自分の気持ちとかを整えるために宇宙戦艦ヤマトを見たりとか機動戦士ガンダムを見たり、しつこく何回もヤマキンドックス見たりするわけですよね。
無駄じゃないですか。これタバコを吸って無駄だって言ってるのと全く同じですからね。全く、うん、だからそう考えると何が無駄かどうかっていうのはあんまり気にしなくてよくて、自分がその瞬間やりたい、欲しい、見たいと思ったらそれは全部叶えるべき欲求なんですよね。でその強い欲求だってしばらくしたら消えてしまうことがあるんですよ。じゃあ消えないうちに満たしておかないと何のための欲求不満なんだってことになります。確かに我慢すれば欲しいものってのは過ぎ去っていきますし、古くなるんで忘れることができます。でもそういうふうにしてなんとなくやり過ごしてきた人生のその総決算が今日なわけですよ、ね、でもあれもやった、これもやった、それもやった、今となっては飽きてしまったけど若い頃音楽もやっていたなみたいなことがある。それが思い出ある人生じゃないかなと思うんですよね。はい、そう考えたら人生ってのはまさにね、暇つぶし無駄つぶしの連続でございます。どうせ暇つぶし無駄つぶしをするんだったら意義ある暇つぶし無駄つぶしをしたいなと思います。どうせ私たちは暇つぶしをするんですよね。それがちょっと本を読んでみるとかね、スマホゲームをするとか、なんであんなに熱心だったんだろうっていうふうに振り返ることって結構ありませんか。でもその瞬間燃え上がるその情熱、その繰り返しがですね人生だと思います。趣味や趣向が変わってもその瞬間一生懸命やったなとか燃えたなとかハマったな、そういうふうな人生が繰り返されることが思い出ある人生じゃないかなと私は思うんでね、その瞬間だけかもしれないけども、とにかく没頭してハマることにしています。まあそういった意味でね、ネットビジネスっていうのもスタートした時からこれにハマるかって感じでね熱心にできて、その結果今までの人生は本当にね私を支えてくれたなと、ネットビジネスなと思うところなんですよ。まあそのぐらいね熱中すると本当にその後それに興味を失ったブームが去った後でもずっと自分の中にね宝として存在するんじゃないかなと思ってますね。それではね、燃やせるものを見つけに行く旅、皆さん行ってらっしゃい。